で、まあ、訴訟にかけた思いなんですけども、まあ、裁判でやっぱり真実を知りたいということと、その義務教育下のその学校ですね、小中学校で、この東日本大震災で、宮城県で亡くなった方が327名いるんですけども、その中でその実際その先生と一緒に避難行動をして亡くなったのは大川小学校の74名だけなんです。74名大川小学校のこれだけがその先生と一緒にいて助からなかった、あとは下校途中であったり家で流されたり、そういう人なんですね、全て。そうした場合になぜ大川小学校だけなのか、当然疑問に思うわけですよね。だからそういう疑問を、まあ、これまで、まあ、遺族説明会や第三者検証委員会で明らかにならなかったそういう疑問を、まあ、きちんと明確にしたいという思いと、あとは責任の所在ですね。まあ、学校に子どもを預けて、そんでその74名の子どもたちが亡くなっていった、それに対して何の責任もないっていうのはやっぱおかしい話だと思うんだよ。何らかの責任、何らかの原因があるはずであって、だからそこできちんと真実を、まず真実が分からないと、この辺の原因ですとか、なぜ大川小だけになったということも分からないので、まあそれを、まあ、裁判の場に託したということになります。以上です。ありがとうございました。すみません、今野さん、あれです、その第三者検証委員会が立ち上がったこの経過、どういう理由でこういうふうな形で進んだのかについて簡単にご説明いただけませんか。要はその、まあ、今までその主観でまあ説明責任ということで我々に説明をしたりその検証したりするその石巻市教委ですね。ではそのまあ限界があったと、その真実を調べる、検証する、このことにもう限界であってこれ以上調べられませんということで、最終的にはその第三者検証委員会の方に、第三者の専門家の委員会の方にそれを委ねる、まあ、そういうふうなところが一番大きな、はい、ありがとうございました。まあ、そうして、まあ、ただそういうふうに第三者検証委員会に頼んではみたものの、まあ、決して新しいものがあったわけでもなく、そんなお望んでたものでもない提言というのでまとめられてしまったというのが、まあ、大川小学校の事案で、それでなかなか進まないということで裁判というふうな流れになったようです。さて、それでですね、ちょっとここらでその裁判に至った経緯についてまとめたいと思いますので、田村さん、すいません、これ、もしどうであれば裁判に出なくてよかったのかというあたりについてご意見いただけませんでしょうか。やはり企業側がしっかり私たちに寄り添ってほしかったということです。やっぱりこの事案にしっかり向き合って何が間違っていたのかっていうことを企業側が真摯に反省をしてね、今後同じことが起きないようにそうしてほしかったんですけども、なかなかこう私たちが望むような結果にはつながらなかった。被害者側に向けて誠心誠意ある態度が取られておれば裁判には出なくてよかったのに、そこが十分でなかったので裁判に出ざるを得なかったというような形になりますよね。私的にはそうなんですけども、やはり今までこの企業管理下でこのようにこう職場の従業員が亡くなるっていうことでね、時代ですか、それで争われたこともなかったようです。反対もなかったようなのでね、やはりこれを機にしっかり企業の責任っていうのがどこまで果たすべきだったのかっていうことを、これを機に今後の災害に向けてね、やっぱりしっかり所在をはっきりするべきなのかというふうにも思いました。そうすると今回の件も機会に、社会一般がどういうふうに思うか、どう対応するのかということも含めて考えていきたかったというふうなお考えですね。で、はい、でそれで、裁判実際戦ってみました。で戦っておる方も今おられますけれども、で裁判やってみて、実際どう思われたのか、ちょっと引き続きで申し訳ないんですけれども、田村さんの方から感想の方をお願いしたいと思います。裁判って公平公正な形で行われる最高の機関だという、そんな思いでつなったんですけども、真正面から真実を追求するところではなかったな今思ってるんですけども、やはり災害時の企業のあるべき姿、国が今後に向けて命を預かる責任っていうことをね、判決文にしっかりと何か示してほしかったんですよね。国が認める何かが欲しかったという、そんな思いがあるんですけども、それがこの成し遂げられなかったという、すごく残念ですし、今後この事案が良しとしてしまうと、南海トラフなんて起きた時に本当に同じことが繰り返されてしまうと思うと、なんか今不安な気持ちです。はい、結局弁護士側からいたしますと、この裁判という形に打って出るとですね、必ずお金の請求という形になるわけですよね。基本的には何て言うんでしょうか、謝罪しなさいとか、真実を明らかにしなさいと、こういった形の裁判というのはございません。でそうなるので、結局やるとなるとお金という形で請求するので、ややもすればなんだ、自分の子供ないし奥さんないし身内が亡くなった時に、こいつらは金が欲しいのかと、汚いなと思われてしまうところもあると思うんですね。でそれを乗り越えて、裁判に打って出なければいけなかった皆様が、結局裁判やってみて、あまり真実、思っていた通り真実発見にならなかったというのは、ちょっと非常に、残念なんですけども、今の裁判というのはそういった形になっておるというのが、今の事件で分かるかと思います。でちなみに、また同様にすいません、鈴木さんの方も確定しておって、裁判やってみてどんな感想をお持ちだったのか、簡単にお願いします。提訴前も JR 対応ではなかったんですが、身内に起きたことを自分に置き換えて、誠意のある態度で説明してくださいというと、今までやってきたことを全て紙にまとめて汚されたくらいで、何だったのかなって思います。例えば保育所の管轄で息子がこんなことになってしまって、遺体安置所に行って確認するのもとてもではありませんが、所長とも担任とも同じ車で行きたくはありませんでした。固く断ってもついてきましたし、そうやって嫌なのに無理やりついてきて、それが誠意であったって後からリストにされると、本当に怒り心頭というか、結局は誠意だって言ったって、自分の身を守るために後から何か言われた時に、自分の身を守るためだったんだって、そう感じました。どこまでも平行線でわからないままで裁判をすれば、当事者も出なくてはいけないし、真実がわかるのではないかと思ったんですが、やはり分かったこともあるんですけども、たとえ本当のことが分かったとしても、自分に都合の悪いことはもみ消しが行われておりました。例えば保育士が災害対策本部の方に、今園庭で子どもがおりますが、避難指示をくださいと言ったときに、現状待機でいいと言ったんですけども、あれはあなたの聞き間違いだったんだよねって、後で保育士と総務課長と、あとそれに保健福祉課課長ですね、あと副町長です、そのメンバーで問い詰められたそうです。聞き間違いだったんだよなって何度も言われたそうです。それは裁判をやってて証人尋問で分かったことなんですけども、本当に下手をするとそれももみ消しにあってたのかなって思います。で、裁判をやっていく中でもつじつまの合わないことはいっぱいあったんですけども、裁判所の方は全くそのことに対しては疑問も持つことなく、ある意味私から言わせれば結果というものはある時点から決めてたのかなって思います。そうすると裁判所の役割って一体何なんだろうかって、やっぱり無駄だったのかなと思うんですけども、それでも私は無駄でもやらずにいられませんでした。あの時苦しい思いをして怖い思いをして亡くなった息子のことを思うと、結果は厳しいと思っててもやはりやらずにはいられませんでした。そうしないと今度息子と会った時合わせる顔がありません。結果は門前払いとなってまた棄却がなってしまったんですけども、自分としてはやらないで後悔よりはやってよかったと思います。最後に最高裁では弁護士の先生方と心一つに頑張ってきたことを本当に感謝でいっぱいでおります。後悔はしておりません。ありがとうございました。それでは今まだ裁判継続しております上和山本の大久保さんの方からちょっと一言お願いしたいと思います。私たちも本当に真実を知りたくて身延と2人でもう本当に考え抜いて、訴訟したわけなんですけども、隠されてることっていうのを全然教えてもらえない。本当にうちらゼロからスタートしたわけですよ。で、裁判しながら、いろんな資料とか見つけたり、あと助かった生徒さんから話を聞いて、でずんずん事の次第が分かってきたわけなんですけども、実際あそこの場所からなんで逃げなかったかなっていうのが一番先に疑問が起きてきて、でいろいろ役場とかで調べると、今度自動車学校の社長さんっていうのは渡里町山本町の企業防災の会長さんをしていた。ところが自分の会社では一切そういうことをしていなかったっていうことを、裁判で分かったんですよ、近日の中で。私たちとしてはそれが信じられなくて、なんでそういう人たちが会社の、上の方にいて全然避難行動も起こさないで、そういうことがずんずん分かってきて。本当に許せない気持ちになってきてですね、もうなんだろうな、このままでは本当にダメになるなと思ったんですよ。前回の問題がですね、一審で私たち勝ったわけなんですけど、企業だけに責任を押し付けたわけですよ。そして役員たちは無罪方面ですよね。なんで役員たちのそれぞれの個性というものがあるはずなのに、会社にその個性そのまま行ってしまったんですよ。何もしない。それが残念でならなくて、だから、ね、このまま裁判済ませてしまうと、私たちやったこと何も残んなくなってしまうんですよ。私たちは初めから企業防災のあれを、女房と2人で相談しながら、会社やってること何だったんだろうって話しながらやってきたんで、それをね、なんとかこれからずっと先まで残したいなと思って、この先も、今、和歌山も出てるんですけど、実際、会社の責任だけじゃなく、社長、あと役員たちが亡くなってしまったんですけど、役員たちは、社長が表に出てきて、本当にすいませんでしたって頭を下げてもらえればなと思ってます。そして、ね、この裁判を終わりにしたいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございました。今、話し合いの席にもついておるということで、基本的には謝罪が、正式な謝罪があれば、考えないこともないというふうな状況で今進めておられるということですね。はい、で実際この中で和解で終わっておるのは日和の幼稚園さんだけだと思いますので、その裁判やってみての感想とですね、あとその後、それ和解で終わったことについてのご感想の方をいただきたいと思います。私自身は裁判をやって後悔はしておりません。裁判をやっていく中でやっぱり知り得た部分もありました。で知り得た部分としては、当初幼稚園側は防災無線音が聞こえなかったっていうことを言っておりましたけども、園長先生が地震の背中、揺れてる背中、防災無線が聞こえたというふうなことを証人尋問の時におっしゃいました。その時私たちは初めてそういうことを知ったわけですけども、それが一つ知れたということ。そして、裁判をやってやはり隠された部分も正直たくさんあったなと。裁判の場では真実を語らなきゃいけない場だと私は思ってましたが、分かりません、覚えてません、忘れましたと言えば何もかも通ってしまいます。そこに対してはすごくちょっとそれが通るっていうのはどうなんだろうっていうふうに個人的には思います。で私たちは一審では勝訴を出しました。で二審目で和解に至りましたが、和解に至った経緯といたしましては、幼稚園側が法的な責任を認めたということが一つは大きかったです。法的責任を認めたということは一審判決通りだということで私たちは受け取っております。でその他にあと一つ私たちの中ではすごく重要なことがありました。それは心からの謝罪です。その心からの謝罪に対しては正直いまだに幼稚園側からの直接的な謝罪は受けておりません。私たちはやはり私たちにではなくて、娘に、私の場合は娘に謝っていただきたい、謝罪をしていただきたかった、そこはどうしても外せませんでした。和解をしたい、その裁判所から盛り込まれた心からの謝罪っていうのって一体何だったんだろう。今幼稚園側からの直接的な謝罪がない今となっては、それに関しては一体何だったんだろうなって、幼稚園側は何をもって心からの謝罪をするということを思い和解されたのかなと。そこの部分は未だになされてないので、すごく私たちは子供を失った上に二重にも三重にも苦しめられております。私たちはとにかく謝罪がいただきたいんです。謝罪をしていただかないと、娘に対してはやはり謝っていただきたい。ただそれだけです。斉藤さん、補足等ありますか？そうですね。真実を知りたくて、真実なくして再発防止はないんじゃないかっていう思いで裁判をして、で裁判を通して感じたことは、司法の限界というか、裁判でも限界があるんだなっていう、このなんて言いますか、争点だけをあぶり出されて、それだけを争点でというか、戦うというか争う、でも遺族としてはそうじゃなくて、もちろんその感情の部分もすごくあって、その裁判を通して感じたことっていうか知ったことの一つの中に、その責任っていう、簡単には責任って言いますけど、2つの責任があるっていう、まさにその日和幼稚園でもそうでした。道義的責任としては謝罪をします。でも法的責任としては認めないんだ。だから謝罪はしないんだ。そういう最初、そういう姿勢で出てきて、裁判でもやっぱりそうでした。で、高裁で和解しませんかって言われた時に、和解するために裁判をしたんじゃないんですよ。でもその幼稚園が謝罪を認め、もう早い段階からですね、法的責任を認めてもいいと。だから謝罪をしてほしい。だからその和解のテーブルについてほしいで、私はそう受け取りました。で、ただその謝罪に関しても2つあるんですよね、やっぱりこの書面での謝罪、それで我々が求めてた法的責任を認めた上での心からの謝罪っていう2つがあって、そのこの和解の出口を出るときに、遺族の中でもすごくその、揉めたっていうか、いろんな意見が出ました。やっぱりその最後まで戦いたい、最高裁まで行くなら行ってもいいという意見もありました。でも私はその法的責任をね、園が認めて心から謝罪をするんだと。ただその戦う意味はないんじゃないのかなってすごく思いました。で、この司法がその限られた中で判断っていうかジャッジをしてくれたものを生かすんだ、ね、今後その後世に二度とこういう悲劇が起こらないように、きちっとその今回のこの重大な結果を後世に残しっていう、そういう活動をしようかなっていう方向に動いて、私は裁判を出ようと思いました。それでその何を言いたいかって言いますと、その幼稚園側はこの書面では謝罪したんだ、だからこの件はもうすでに済んでいるんだと。これは多分普通の世論っていうか世間の常識ではそうなのかもしれません。でもその和解協議をね、11回やっていく中で、きちっと本人たちの口できちっとその謝罪をしていただけるものだと思って、和解というテーブルについて和解の出口を出たはずなのに、いまだにその謝罪が実現していないっていう事実は、遺族としても一歩前に踏み出せてない一つの要因かなと思います。そうすると、まあ、書面上での謝罪というのはなされたけれども、真にこちら遺族の方が思われているような謝罪がなされていないというところに、まあ、問題があるというふうに、まあ、考えられているというのがお二人のお話だったと思います。ちなみに、まあ、私個人としての意見なんですけれども、まあ、七十四銀行としても、もうそうですし、あと東五一所さんもそうなんですけれども、まあ、今回の件については最高裁の判決が出て、それで法的な責任はないというふうな判決が確定いたしました。その法的な責任がないっていうことは、すなわちその、まあ、保育所にしても銀行にしても正しいことをしたとは誰も言ってないんだと思うんですね。要するにその、まあ、レベルというのがあって、正しいことをしている場合と、ちょっとまずい問題のことをしていることと、あと法的にも違法性が問われるほどの悪いことをしているという段階があって、その法的に違法性が問われるところまで行ってなかったというのが今回の判決だと思うんですね。で、そうだとすると、じゃあその全く正しいことをしたとは裁判所は言ってないわけですから、ということは何かしか今後ですね、そのまあ遺族に対して、まあ、対応があってしかるべきなのではないのかというふうには思っているんですけれども、その辺について鈴木さんの方で何か町の方から判決後にまあ、例えば法的な責任はないことは決まったけれども、じゃあちょっと線香を上げに行かせてもらっていいですかとか、そういったような打診等はあったものなんでしょうか。全くありません。お墓の方も私が行くだけで新たに線香が上がってるとか、そういうことは何もありません。七十四銀行の田村さんの方はいかがでしょうか。要するにその判決後に銀行側から何かこうまあちょっと裁判も終わったんで、ちょっと一言ご挨拶に行きたいとか。はい。私はもちろんそれは望んでます。裁判は裁判でね、やはり係争中は接点を持てないということで銀行側からも言われてました。ただ係争は係争、異例は異例ではないのですかということで、ぜひ息子には手を合わせに来てほしいですということも伝えていたのですが、でも全く断られてしまったので、今回係争が外れたということでね、そういう意味でまずは息子に手を合わせに来ていただきたいですし、裁判の中で分かったことがあることはあります。その部分で、まあ、法的責任は逃れましたけども、結果の責任については十分にあると私たちは判決文の中では感じています。その部分についてやはり今後銀行側と接点を持って新たな形で究明をなどっていきたいな、それに銀行はしっかり向いてほしい、向かなければいけないんじゃないんでしょうか。向いてくれる判断を私はします。今日までの時点では特段何か連絡が。特段何も。はい、残念です。はい。わかりました。それであと今後に向けてということをちょっとお話ししたいんですけど、その前にちょっと第1部の方では斉藤さんのお話で津波変電庫の話出てきましたね。で、ただあれって基本的にちょっと小学校と幼稚園保育所の方はこれも当然常識的に、まあ、それは不可能です。要するにそれは教育者その指導者が指導しない限りこれはもう絶対実現できないこと、子どもの判断でできる話ではないので、あれとしても、まあ、山本自動車さんと、七十四銀行さんにつきましては、まあ、成人しているということもあるので、こういった形で津波変電庫っていいじゃないのと、だからとにかく自由に逃げろというふうな発想でものが進められないのか、要するに企業としては別にもう大人なんだからあなた方の判断で逃げればいいじゃないかというふうな話がされた場合に、どのような感想を持たれるかというあたりについて、ちょっと大久保さんの方からお話しいただきたいんですが。やっぱりそのような話はありました。大人なんだから逃げればよかったんじゃないかっていう話はありました。でも実際ですね、うちの娘に限ったことじゃないと思うんですけども、うちの娘は自分より目下の子どもたち、この人たちを守ろうとしていたと思います。絶対小さい時からずっと自分より下の子供を大事にする娘だったんですよ。その娘が他の子供たちを置いて逃げるとか、同僚を置いて逃げるとか、そういうことは絶対ないと確信しています、私は。だからそんな言葉を聞いても、そんなのありえないってしか言えません。で、まあ、そういうことで結局津波定定法、要するにこのみんなそれぞれの判断で逃げろといっても、こういったこの、まあ、教育の現場であったりとか、あとこの会社の現場であったりとかだと、それぞれの地位というのが、会社の場合ではそれぞれの地位というのがあって、なかなかそれが実現しないというところに、今回安全配慮義務ということで問題が提起されたというのが、今回のこの一連の事件なのではないかというふうに考えております。それではちょっとここでですね、今後に向けてのお話なんですけれども、日和の幼稚園の関係と、あと東保育所の方で、両方の弁護を担当しておりました、草場弁護士から一言いただきたいと思います。じゃあ草場さん。弁護士の草場と申します。日和幼稚園の方は一審の方を担当しました。東保育所の方は上告審から担当させていただきました。この日和の皆さんがこういう差し受けを作ってお配りになってますが、この11ページの5のところですね、自力避難できない園児を預かる幼稚園の責任は重大ですということで、ここを中心に私たちは主張していったんですが、ここは幼稚園を保育所に置き換えれば東保育所の話なんですけども、日和幼稚園の一審判決は、この主張をだいぶ取り上げてくれて、そしてこういうその自分で逃げることができない、完全に大人に把握している、依存してしまっている。この状態の時の大人を預かっている人の責任は極めて重いよということを前提に、情報収集をする義務があった。情報収集してればまさか下に降りているやつはいないだろうということで、そういう理屈で果たしてくれた。で、その判決の結果は鈴木さんの事件でも生かされて、高裁判決では生かされておりまして、実際に情報を集めていなくても、流れている公的な情報については取得したことを前提に責任を考えるんだっていうところまでは、鈴木さんの高裁判決も認めている。ところがその後の実際の保育所が取った行動、あるいは役場が取った行動については、責任を免れさせている。それもどういう理屈で免れさせたかというとですね、宮城県沖地震が想定されていて、ハザードマップが作られていたけれども、そのハザードマップでは山本の保育所までは津波は来ないという前提になっている。でその後、その地震が起こった後、次々とその避難津波警報がグレードアップしていくわけです。早く見ろ、早く見ろ。大津波警報で10メートル以上、10メートル以上というのは何メートル来るかわからないという意味なんですが、そういう情報を持っているにもかかわらず、気象庁が当初のマグニチュード 7.9 という数字を変更しなかったんだから、当初の想定された津波のハザードマップを信じてもしょうがないっていう、そういう変な理屈で高裁は鈴木さんは任してるんですね。でそれに対して最高裁に私たちは上告をしたんですけれども、それも簡単に門前払いの形で退けられたと。それで今後のことということなんですが、法律の問題に触れる前にですね、やっぱり普段のですね、子どもたちに対する目線がどうだったのかというところがね、問われると思うんですよ。本当に子どもたちの命が大事だと、それを預かっている、何か起こったらとにかく守らなきゃいけないっていう気持ちで子どもたちに接していたら、子どもたちが泣いてるから早く親元に返さなくちゃいけないっていう、さっきの日和のような話は出てこない。抱きしめて心配ないお母さんが来るまで僕らがいるからっていうのが幼稚園の先生や保育者のやることだと思うんですが、そうしないで危険なところに送り返す、自分の手から離すような行動をするっていうのは、普段の保育や幼稚園での教育が問われてるんじゃないかというふうに思います。鈴木さんの保育所の問題でもですね、さっき現状待機っていうのを聞き間違えたんじゃないかとかいろんなやり取りがあるわけですが、避難の指示が出たのを聞き間違えたかどうかとか真実は分からないようになっているんですけれども、そんなの普段のですね教育現場で民主的なその職員同士のやり取り、役場と保育所とのやり取りがちゃんとできていれば、子ども中心のやり取りができていれば、そんな変な間違いが起こるわけがないんですよ。ですから問題は普段のその保育や幼稚園での教育が子どもの命と安全を守るっていうところがとても握って離しちゃいけないもんだっていうところで定まってるかどうかというところが本当は大事なところだと思います。ただそれはですね、ものすごく大きな教育の問題、保育の問題に関わることなので、法律的に私たち望んでいるのはですね、私たちというか弁護団でまとまって話してるんじゃなくて、保育寄りの皆さんが考えていらっしゃることをちょっとお話しすると、例えば、防災教育については保育者になったり幼稚園の先生になったりする時の資格試験の時に基礎的な受験科目のになるように、それを受講してないと受験できないようにするということを、必要なものとして法律化してはどうかなというふうに思っています。それからやはり何といってもですね、普段の準備訓練、避難訓練をして情報収集がちゃんとできるか、情報収集した後誰がどういうふうに動くかということをちゃんと決めているか、何度も実際にやってみて不備を直してマニュアルを作って、マニュアルに基づいてやって、またさらにマニュアルを改定していくっていうこの繰り返しがなされていないとですね、ああいう大きな地震が来たりした時にはやはり人は一時期腰を抜かしたりするわけですから、あらかじめ準備している以上のことはできないという意味で言えば、ちゃんとした避難訓練とマニュアル作りのこの繰り返しがちゃんとされるような仕組みが必要 でしかもそれが本当に行われているかどうかのチェックが必要だということですね。日和幼稚園の場合は私立ですから、私立ですから、私立の自由の問題があるので法律と違った仕組みでそれを点検する仕組みを作らなくてはいけないんですけれども、でも命と安全に関わる問題ですから、これはなんか制度化しなければいけないんじゃないかというふうに思っています。鈴木さんの事件については本当に裁判で勝てなかったのはとても申し訳ないと思っているんですが、大川の皆さんにはぜひ勝っていただきたいと思います。ただどうなってもですね、今話に出ているように法的責任を認めても認めなくても、教育者としてあるいは自治体としてやるべきことっていうのはありますよね。それに照らしてどうだったのかっていう説明と謝罪はやっぱりやってほしいと思います。日和の人たちも鈴木さんもですね、自分のお子さんの遺体を自分で探すっていう、そういうことになってしまってるんですね。そういうことを考えて許すことはできないと思います、どちらの意見も。でも謝罪がない、説明もないっていうんでは憎しみの感情がずっと残ってしまうので、せめて憎まなくてもいいぐらいにはしてあげてほしいというふうに思います。そしてそのことが、そういう謝罪と責任こそが再発を防止をするためのいろんな具体的な方策を生み出していくんだ、源になるというふうに思っています。でこういう事故が起こった後はですね、例えば航空機が墜落した時にすぐに現場に入っていろんな人が、専門家が調べて記録を残すと、責任が誰にあるかは後で考えるということにして、何が起こったかについて情報を集めて再発の防止に役立てるという意味では、そういう制度を作ってほしいなというふうに個人的には思っております。以上です。どうもありがとうございました。これがその、今後に生かすためには、今後こういうふうな制度ということで考えられるのが、専門的な見地からの、なんていうんですか、検証というか、こういったものということになるかと思います。その検証の話でちょっとすいません、ちょっとだけ聞きたいんですけれども、実際建物の中で被災されている方というのがおそらく七十四銀、外というか屋上ですけれども、七十四銀行とあと保育所さんだと思います。でその建物について残しておけばまだいろんなことが分かるんじゃないかと思うんですけれども、費用ごと壊されてしまったということでよろしいですね。市銀行さんも壊されたんですよね。そうですね。私たち町の復興にやっぱり準じらなければいけないって銀行側が言ってたんですけど、まず何がやっぱりこの認証がしっかり行われないうちは取り壊しはやめてほしいんですということで要望書も出していたんですが、全く1年後にしっかりと壊されてしまいまして、銀行流の検証は進めてるからいいんだということで、全く私たちの要望は受け入れてはもらえませんでした。で、すみません、鈴木さんの方の壊されるまでの状況について簡単にいただけますか。私としては裁判中、特に一審の間は残しておきたいっていう気持ちもあったんですが、遺族は私の方にも言いましたし、あとは、年度内に壊してしまいたいという町の要望を飲んでしまいました。ただ、見てますと、中浜小学校っていう全員助かった学校もあるんですが、なぜそちらの学校を残して犠牲者の出たこの保育所を潰さなくちゃいけないのかって、その辺が自分的には許せないなって思ってました。原告が複数いますと、やはり自分一人だけの考えではいかない時もありまして、我慢することもあり、結局は町の希望を尊重するような形で1年半後ですね、年度内に壊すということで同意いたしました。私もやっぱり草場先生と同様に徹底的な検証というのはどうしてもこういう事案には必要になってくるだろうと思う中で、このように一番の手がかりとなる建物というのを壊してしまうというのはいかがなものかというふうには思いますので、その辺の制度も変えていけるかなというふうには思った次第です。ですみません、私の意見はさておき、これで今後についてですね、どのように、今回の件を通じて社会が変わっていけばいいのか等についてですね、最後一言ずつ皆さんからいただいてパネルディスカッションの方を終えたいと思います。若干長くなっても構いませんけれども、45分にはということですので、そういった時間配分でお願いします。それでは順番にじゃあ側から大久保さんの方から順番に今後に向けてのお話とご挨拶をいただければと思います。はい、このまま裁判結果が曖昧なままではなく、ずっとこの先も残るような企業防災の在り方を構築していただきたいと思います。集まりに来た人たちはもう多分把握してると思うんですけど、全体にそういうふうに広めていきたいと思っています。ありがとうございました。では引き続きまして鈴木さんの方からお願いします。命というものはそれ以上に大事なものはもうないと思います。一度失ったら戻ってこない命です。で、子供は大人に委ねるしかなくて、子供はいかなる状況でも守らなければいけない存在だと思っております。で、このような痛ましい事故が起こったということ、それと、子供の施設防止を訴えて、何らかの形で子供たちと関わっていきたいと思っております。ありがとうございました。では引き続きまして、近藤さんの方からお願いします。亡くなった大川小学校で亡くなったその74名の命は、当然その教訓にするために生まれてきたわけでもないし、我々親は遺族は育ててきたわけだね。ただそんなことしてもこう生き返るいうことはないということは理解私たちもできます。そうした場合に次に言ってる言葉っていうのはやっぱこれを教訓にして、まあ、未来の子どもの命を守ろうとそういう言葉しか出てこない発せられない、まあ、そういうことを皆さんには理解していただきたい。別に前向きにその、まあ、教訓とかそういう立派なことを言うつもりは全くない。たまたまこうなったからしょうがないから教訓として、まあ、考えるだけであっておそらくこういう事態に陥らなければこういうことも考えなかったんだと思います。ただ今現実、まあ、こういう事件の、まあ、当事者になって、まあ、そう自分がその立場になった時初めてやっぱ同じ思いをしてもらいたくないそういう気持ちになって、まあ、そういう行動をとるということで今この場に座っているんだと思います。まあ、とりあえずその、まあ、我々がまあ訴訟を起こして、まあ、結果の出てる人とか、まあ、私はまだ裁判中なんですけども、まあ、このことで、まあ、うちらの場合は行政とかその市教育ですねそういうその閉鎖的なその組織が、まあ、我々の裁判で変わるかっていうと、まあ、変わらないと思います。ただ将来的には、まあ、今の姿では絶対ダメなので将来的にそれがきちんと改善されるようなそういう社会になればということで、まあ、そういう思いをその次の世代またその次の世代にその伝えていけたらなということでまずこういう活動ですとかその、まあ、メディアに出て、まあ、発信したりそういう活動をやっていきたいなと思います。ありがとうございました。それでは西條さん、お願いします。ほとんど今野さんに言われちゃったんで、まあ、同じ気持ちっていうか思いの部分がすごく多いんですけども、まあ料理のことで言うんであれば、まあ、職員の子どもたちを守る子どもたちの命を守るという普段からの意識のなさが最終的にこれだけの、その、まあ、被害を得たんだとは思っています。やはりその、まあ、教育の場だけじゃなくても人の命を預かるんだっていう立場の方はやっぱりその万が一に備えて日頃からの防災対策や防災意識を高く持ち備えなければ本来であればいけないのかなと思っててそのどうしたら子どもたちが守れるかって聞かれた時にその5年経った今でも正直これですっていう薬はありません。でもその自分の中でも模索しながら葛藤しながらこれがいいんじゃないかこうあるべきじゃないかっていうメッセージを発信していくことがやっぱり私遺族っていうか我々にしかできないことなんじゃないかと思ってやっぱりそのメッセージをどんな形であれ発信し続けていくことが、まあ、必要だと思ってそれによっていつかその答えを見つけることができるんじゃないかなと思ってます。まあ、具体的にはやっぱりその仕組みがダメなんであれば国や自治体に働きかけて、ね、この仕組みをどうにかしてほしいこの改善してほしいなかなかその簡単にいくようなところではないっていうのをすごく実感してるここ、まあ、1、2年ですがやっぱりその、まあ、メッセージはきちっと国や自治体に今後も発信していきたいと思ってます。まあ、あともう一つ、まあ、具体的ではないんですがやっぱり想定外のない想定をきちっと、まあ、作っていただき、この命がなくなったことは自然災害だから仕方がないんだということのないような社会になっていただければすごくいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。では佐藤さん、お願いします。やはり先生方の意識の向上をしていただきたいなというふうに思います。子どもたちは先生方の言ったことで行動せざるを得ません。私たち親元から離れている以上は、学校、幼稚園、保育所でその場にいる先生方がそこにある命をどう守るか、どう守りながら行動すればこの命は助かるんだというふうな意識を持ち、そういう意識を高めていただきたいなというふうに思います。やっぱり想定外のことが起きるわけなので、想定外想定外って私たちはあまり言ってほしくないっていうのと、そういろんなことを想定しながら今後の防災に生かしていただきたいし、私たちみたいな子どもたちみたいな悲劇が二度と起きないように今後していっていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。では最後、田村さん、お願いします。今回の震災では本当に管理下の中で多くの命がなくなってしまったということをまず反省していただきたいということなんです。やはり学校も企業も本当に人命が最優先、命を一番上に置いた防災体制を今後に向けてしっかり整えていただきたい。何よりも命が一番大切なんですよっていうことを各組織の上層部の方々には意識していただいて、今後に向けて改善をしていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは時間にもなりましたので、パネルディスカッションの方は終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと進行の不手際でですね、本当はもうちょっと話してもらいたかった方に十分話してもらう時間が与えられなかったりとして、十分なディスカッションにならなかったとは思いますけれども、皆さんの思いというのは皆さんにお伝えできたのではないのかというふうに思います。それではパネルディスカッションの方はこれで終わりとさせていただきたいと思います。長時間ありがとうございました。パネリストの皆さん、そして佐藤先生、ありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございました。ここで皆様に一つご報告したいと思います。先ほど数えましたところ、本日の来場者150人近くということで、メディア関係者、スタッフを除いても、今日は100人以上の参加者の皆さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。ここでですね、本日は、防災危機管理ジャーナリストの渡辺稔さんにもお越しいただいておりますので、ご挨拶をいただきたいと思います。皆様拍手でお迎えください。こんにちは。突然のご指名でちょっと困るんですが、さっきのご報告の中の本野さんの大川小学校のご報告の中で一点ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。検証委員会の越後屋大官の越後屋社会保険研究所というのを社会安全研究所というところの越後屋、名前覚えています。さて、今日聞かせていただいて辛いです。本当につらいです。いつも故障ページの案件を並んでると辛くなります。で、今日のタイトル、東日本大震災から学ぶべきもの、この先にあるテーマが一つ今日明確になったことです。それは救える命があったという。もう一度言います。東日本大震災から学ぶべきもの、救える命があったという。私は長くもう40年近くこの防災という社会で仕事をしています。で、国内外の災害でたくさんのご遺体と解明をしています。その度に自らにも言い聞かせるのは、災害の死って不条理なんですね。人間一回は死ななきゃいけません。でもその一回の大切な死を一体どこで迎えるのか、これはこのように生を受けた我々にとって一人一人の大切な課題なんです。それが想定外、前提にしていない高さの津波が襲ってきた。今日のお話の中でも私は許しがたい言葉が企業のあるいは何人かの中から出ている。本当に辛い。この震災は3月11日の午後2時46分という時間に巨大地震が起きました。21年前の阪神・淡路大震災、同じようなとてつもない大震災、これは明け方の5時46分という地震のあるいは震災の顔というのは、発生する時間、時刻、季節、場所、大きくその顔を変えてきます。ですから我々防災に関わるものは常にそのいろんなパターンでご自身に想像した時に命を守るための術を災害の現場から学びながら、それをマニュアルにしたりトレーニング、訓練にしたり続けてきている。今回は3月11日2時46分という昼間の、そして大事なキーワードがあります。管理下の中で地震が起きた。それは企業であり、学校であり、幼稚園であり、保育所である。この点が今日のこのフォーラムのベースはそこにあるというふうに、ずっと震災5年前起きた後から考え続けている。で、せっかく今日こういう場を作っていただいて、この東京から参加をさせていただきました。一つご提案があります。このご遺族の会、ここで連携をとって、これから5年以降、今日たくさんのメディアが来ていますけれども、このメディアは5年を超えるとトーンが落ちます。これはもうメディアの差がある。で、これから先メッセージを日本全国に、あるいは世界中に向けてメッセージを打っていく。一つ一つのグループが活動するというよりも、何かこれはもし OK ならば考えていただきたいんですけども、協議会のようなものを作るになって一緒に行動していく。これが一つのお願い。それから訴訟が起きています。弁護士の先生、ぜひ頑張ってください。勝ってください。裁判ですから、戦いです。これから今提唱していくものがあります。全部勝ってください。そして我々にそのなぜ勝てたのかということをしっかり説明をして、そしてこれはまだ了解も何も取ってませんが、我々外にいるもの、その協議会の作りになれば勝手に我々が応援をします。そういうグループを作りたいと思います。そんなお願いを最後にさせていただいて、突然のご指名のそれにます時間になったと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。本日の講演の結びにですね、声明を発表したいと思います。パネリスト、関係者の皆さん、登壇してください。